さあ、悠仁くんのお話ございますけども、宮内庁ホームページ改修されてますが、早速これ出してきましたね。悠仁親王殿下の成年式の時期についてと、悠仁親王殿下は本年9月6日に18歳になられて、ご成年を迎えられると。それにあたって、悠仁親王殿下の成年式のことについてお伝えしたいと思いますと、民法によると、20歳から18歳に引き下げられてるんですね。悠仁親王殿下はお小さい頃からご両親殿下と共にお出かけになって、それぞれの土地の自然や文化、歴史を学ぶ機会を持ってこられたと。その中でもご自身が非常に関心にお持ちのものが一つが自然史であると。あれトンボなんじゃないんですか、逃げてますよね。そこでツッコミが入るんですけども、今ねトンボ論文がボロボロになっておりますので逃げたんでしょうかね。これ第一の逃げですかね。で、昆虫などやそれらの生育環境の観察や調査をされたり、書物を調べられたり、専門家の話を聞かれたりしながらフィールドワークを行ってこられましたと。このような過程においてご自身が探求されたいことをさらに学んで、幅広い視野を身につけることを目指して、ご関心のある分野を学べることができる大学への入学を目標に、熱心に勉学に励まれているようにお見受けいたしますと。自然史学べる大学に行っちゃおうぜと。それどこなんでしょうね。で、親王殿下は本年9月6日がですね、ご誕生日であって民法上の成年を迎えられると。ここで民法上と書いてあるのが、実はポイントであり、悠仁くんが皇太子でも皇太子でもないですね、決定的な証拠になってくるんです、ね、実は天皇皇太子および皇太子の成年というものは皇嗣典範の第22条で18歳が成年なんです。民法が20歳であろうが18歳になろうが関係ないようです。なぜか悠仁くんの次期後継者ともう確定してます。そう言ってるような秋神もいますけども、いろいろいるんですよ。秋篠宮が次期後継者であったりとか、秋篠宮継ぐ気がないですから、悠仁くんが次代の後継者であると。悠仁くんは皇太子であるとか皇太孫であるとか、そういうことを言いたそうですけども、宮内庁ホームページちゃんと書いてあるんですよ。民法によると成人なんですね。悠仁くんは皇嗣典範22条の皇太子皇太孫ではないですよ。彼はただの一般人であると。親王殿下は令和4年に民法で成年年齢が20歳から18歳とされてから成年を迎えられる初めての皇族となりますと。民法上の成年を迎えられるって書いてありますでしょ。あくまで悠仁くんの成人は民法によるものなんですね。皇太子皇太孫であるものではないですよ。こう言っとかないと秋神が、悠仁くんは18で成人になったんだと、これは皇太子皇太孫だからだっていう、よくわからない人たちが出てくるかもしれませんから最初に言っときましょうか。男性皇族がご成年を迎えられると成年式を取り行われるのが皇室の慣例になっていますと。こういった話をテレトさんもやってましたので、悠仁くんは民法上の成年であられるんですよと、皇太孫だからではないんですよと言われてましたので、テレトさんも腹に食べたものはいっぱいあるんだろうなって。今まで成年式は多くの場合成年を迎えられた日に行われてきましたと。例えば綾宮殿下が20歳になられた時は成年式の前には、宮中での重要な儀式に向けた主礼や記者会見、当日は賢所、皇霊殿の神殿に列するの儀とか朝見の儀などが行われて、その後には祝賀行事があって、また神宮とか御捧を参拝されましたと。これら全てを行うには多くの時間を要することになりますと。今まで成年式を行われた皇族は大学ご在学中でいらっしゃいましたけども、親王殿下には高校3年生として学校生活を送りつつ、進学に向けての勉学に励まれる大事な時期になります。こうしたことから親王殿下には高校生活を締めくくる年を有意義に過ごしていただき、有意義に過ごされたら困るんですけどね。不正と裏口をしといて有意義に過ごそうとしているんですか。そんなこと許されると思ってるんですか。その上で高校ご卒業以降の適切な時期に成年式を執り行っていただきたいと考えております。つまり成年式を延期しますって言ってるんですね。秋神流に言わせていただければ逃げてますよね。秋神はこれ言うんですよね。ちゃんと秋神は年目愛子内親王殿下が成年になられた時に成人宮に行かれなかったんですけども、その時めっちゃ言ってましたよね。成年になったのに成人宮行かないのかと罵ってましたよね。これは完全に秋篠宮信者の暴論なんですけども、成人になっても成人宮に行く慣習は特にないです。それを大いにやっているのは主に秋篠宮家なんです。皇室では男性皇族は成人の節目に伊勢神宮を参拝されるのが慣例となっていると。それも怪しいですけども、で女性皇族はその限りではないと書かれてあるんですよ。
エイミヤ家の長女小室真子さんは成人を迎えた、翌月の2011年11月に次女佳子さんも成年から3ヶ月後の2015年3月に単独で一斉神宮を参拝された。勝手に言ってるだけなんですね、秋篠宮が。これ目立ちたいからですよね、行かされてますよね、おそらく鬼嫁に。ところが荒れ中、真っ只中の2021年に20歳の誕生日を迎えられた利宮愛子内親王殿下のお伊勢参りは実現しませんでしたと。そもそも荒れ中がありますし、学業がありますし、こんな成人で、ね、行く関連はありませんから、それは秋篠宮が主に勝手にやってるだけで、既成事実にしちゃう秋篠宮とか秋篠宮のお決まり戦法じゃないですか、これは。彼らは数打ちですから、下手な鉄砲も撃てば当たる、当たんないんですけど、その要領で乱れ落ちしてきますから、どんな公務でも入れてくるんですよ。皆さん、そこを見たらいろいろわかりますけども、うんざりするじゃないですか。秋篠宮紀子さんの公務とか、何ですか、あの公務は。って思うような公務ばっかりじゃないですか。下手な鉄砲乱れ落ちんですよね。で、全然的に当たってないですよ。公務数を秋篠宮ものすごくこなしてるっていう秋篠いますよね。遊んでるだけですよ。遊んでバイトして学生かと。これは秋篠の悪質な誹謗中傷デマですね。そんな伝統はあんまりないんですけど。で、これが週刊女性プライムのいやらしい記事です。21年12月に成人された愛子様のお伊勢参りがなかなか実現しない。で、宮内庁はその理由について黒田沙耶さんを例に挙げて、天皇家の女性は必ずしも成年を機に参拝してないと。黒田さんも言ってないですよ。だから、まことかこか勝手に言ってるだけでしょ。ちなみに、沙耶さんが成人を迎えた89年4月は昭和天皇が崩御された直後だったと。近年に成人した皇族方は20歳の誕生日から日を明けずに参拝されてますし、説得力に欠けますねとか言ってるんですけど、例に上がってるのがね、これまことかこなんです。いや、まことかこが言ってるだけじゃないですか。で、悠仁君なんて旅行のついでに行っただけじゃないですか。普通の参拝客じゃないですか。それと、並べないでくださいよ。会った時に違うんですから、レベルが。ケチをつけられているだけなんですね。これを言うんであれば全く同じこと言えるんですよ。ひざひとくん青年迎えられるわけでしょ、民法上で。なんで青年式やらないんですか。これブーメランじゃないですか。結局帰ってくるんですよ。やれないからでしょ。青年式できたもんじゃないですよね。一口に高校ご卒業の適切な時期と申しましても、親王殿下の進路がどのように決まるかによって青年式の時期は変わってくるものでありますと。どういうことでしょうか。それで変わるんでしょうか。青年は青年じゃないの。青年式とセットであるのが青年会見やらないといけないですよ。素晴らしかった利宮愛子内親王殿下の青年会見見てみましょうか。この偉業おそらく悠仁君はできない。3月17日にはご成年につき記者会見に臨まれましたと。原稿をご自身で長い時間をかけてご準備になって記者会見直前まで遂行されて練習なさっていたと。記者会見では緊張されながらも原稿に目を落とさずに一つ一つの質問ににこやかにお答えになりましたというわけですね。ここまで練習されて、しかも原稿に目を落とされなかったんですよ。これはすごいことなんです。これを悠仁君ができるとは全くもって思わないですね。調子ですよ、悠仁君は。アドリブもそこまでできる子ではないし、覚えてきたなっていうのはわかりますし、自然体ではないですね、悠仁君は。原稿を下に置いてチロチロ見ながら、記者の質問に答えるんだろうなと思いますし、今の状態で記者さんの質問に答えられる子なのかなって、皆さんそれ想像できます？僕は想像できないですね。放送事故しか起こらないんじゃないのかなって思うんですね。青年式をやらないということは、多分青年会見もやらないという、そっから逃げてるんだろうなって思うんです。これが理由1ですね。青年式やらない理由。いつになるかわからないって言ってますからね、これ。高校ご卒業後、大学入学がお決まりになることも、なっていないこともありますし、大学での行事もご入学になるまでわからないと思いますと。そのような趣旨の、事情をですね、加味しながら、公職はじめ、宮内庁の関係部局において、ご成年の行事の時期を検討していくことを考えておりますと。成年式は秋篠宮皇嗣殿下以来となりますと。過去の例を参考にしつつ、冠は注文してますよね。なんすかそれ。成年年齢が変更にあった現状を踏まえながら準備してまいりますと。そしてその時期につきましても、親王殿下のね、進路の状況、その後のご生活やご予定などを考慮した上でお知らせできればと考えておりますと。まあ、理由に言うとしましては、皆さんも分かりきった話だと思うんですが、東大ですよね。そことバッティングするからですよ。100% 延長するの分かってますよね。この学校推薦型選抜、9月になってくると重要な時期になってくるかなと思うんです。去年の例ですけども、僕は注目しておこうかなと思うところがありまして、7月14日、この辺が怪しいなと。まず第一に、
学校推薦型の、学生募集要項が出てくるんです。だから要件が出てくるんですよ。ここで注目したいのは共通テストが抜け落ちてないかですね。まあ、今共通テスト8割の壁があるんです。これは悠仁君にとったら相当高い壁で、仮に共通テストで不正って言われたらもう終わりですから、 100% 不正と呼ばれると思うんですよ。今実力が全く伴ってないですから、8割も取れるとは思えないんですね。それで取ったって言ったら絶対嘘って言われますから、そこが疑問であるとは思うんですね。たとえ論文を突破したとしても、論文でああいうふうに言われるわけですから、共通テスト8割もっと言われると思いますね。他にもなんか条件を変えてないかとか、過去と比較してみようかなと思いますけどね。もう業態から取ってますからね、見る方法はいっぱいあると思いますし、あとはオンライン説明会があるんですね。これがだいたい去年で言うと6月17日、4月9日、8月5日とか、この辺ぐらいにもしかしたら久しぶりに動きがあると、オンライン説明会出るっていうことは東大に行きたいと、候補の中には少なくとも入ってるでしょうから、まあ、この辺でも新しい記事が出てくる可能性はあるかな。もっと動くのは11月ですね。11月は出願期間が終了するんですね。ここまでに出さないと久しぶりは東大の推薦に行かないことになるので、ここで答えが出るんですよ、11月7日に。この辺がスケジュールであり、着目するべき点かな。ああ、この辺で答えが出てくるんだろうなと。ドキドキしますよね。4月14日ってもう3ヶ月ぐらいしかないですからね。さあ、どういった答えになるんでしょうね。3ヶ月しかないですよ、あと。恐ろしいもんで。その後から4ヶ月だったらもう締め切りですよ。それぐらいのスケジュールなんですね。いよいよ来ましたねっていう感じですね。あとは罰則付き報道規制の解除かな。それが3つ目の理由かな。政治に解除されるとよく言われてますけども、その辺かなと思いますけど、逃げるんですか？逃げないでくださいねって思いますけどね。以上です。じゃあ次回、さよなら、ありがとうございました。バイバイ。